新日本プロレスリングの岡田和地36が1月末をもって同団体を退団することが19日に発表された。2月以降はフリーとして参戦し、2月24日札幌大会がラストマッチとなる。長年にわたり日本プロレス界のトップとして君臨してきた岡田は今後、米国マット進出が確実視されている。 日本が世界に誇るレインメーカーが、ついに海を渡る時が来た。関係者の話を総合すると、岡田は今年の1月末をもって新日本との複数年契約が満了。18日までに契約を更新しない意向を伝え、退団することが決定した。岡田は次期シリーズ、20日、名古屋で開幕、に参戦することが決定済み。 2月1日以降はフリーという立場で試合に出場することになり、24日札幌大会が新日本ラストマッチになる。長年にわたりトップに君臨した国内名手団体を去るとなると、次の選択肢は必然的に海外マットに限られる。特に米国では岡田の挙手について昨年の段階から強い関心が集まっていた。 今年の1月4日東京ドーム大会で対戦したブライアン・ダニエルソンをはじめ数々の世界トップクラスのレスラーたちと名勝負を生み出してきただけに、知名度、評価ともに最高クラス。すでに現地では世界最大団体の WWE が興味を示していると報じられており、今やそのライバル団体にまで成長したアウーも間違いなく有力な移籍先候補に上がる。 争奪戦は必死で、果たしてどちらのマットを選ぶのか、しばらく目が離せなくなりそうだ。中学校卒業後に東流門に入門し、2004年8月にメキシコでデビュー。7年8月に新日本に移籍すると、12年1月の外戦帰国後から一躍トップ選手に。東京スポーツ新聞社制定、プロレス大賞。 では、コアントニオ猪木さんに次いで歴代2位となる5度の MVP を獲得した。誰もが認めるトップオブトップ、岡田の対談は新日本にとって大きな痛手ではあるが、世界の舞台での活躍が誰よりも期待されるレスラーであることも間違いない。すでに米国特許商標庁にレインメーカーの名称を商標出願しており、 今後は世界中のリングに金の雨が降ることになる。これまで岡田は新日本プロレスリングを世界一の団体にすることを目標に掲げ団体を牽引してきた。どのような心境の変化があって対談の道を選んだのか詳細は明らかになっていないが、 かつて共闘した先輩の中村晋介が WWE に移籍したのも現在の岡田と同じ36歳の時で何やら運命じみている。2月からアウーに移籍するウィル・オスプレイに続き、業界の顔でもある岡田も去ることで、新日本は大きな過渡期を迎えることになる。そんな中で岡田は今月11日に本市の取材に応じた際に、 上がいなくならないと次が出てくることもないと思いますし、新陳代謝は進んでいった方がいいと僕は思いますけどね、とも語っており、新たなスターの誕生が望まれる。世界に響く試合ができているので、またそれを日本にもそうですし、世界中に届けるような一年にしたいですね、と今年の抱負を明かしていたレインメーカー。日本プロレス界のエースが、 ミを辞して新たな挑戦に打って出る。岡田、和親1987年11月8日生まれ。愛知、安城市出身。中学校卒業後に登竜門に入門し2004年8月、16歳の時にメキシコでのネグロナバーロ戦でデビューした。7年8月に新日本プロレスリング入団。 12年2月12日大阪府立体育会館大会で棚橋博士を破り、第57代 U ヘビー級王者に輝いた。同王座を5度体幹し、史上最多防衛記録、V12 も樹立。12年には G1 クライマックスを初出場で生死24歳9ヶ月で最年少優勝記録を更新した。 旧世界ヘビー級王座は二度体感現、ネバー無差別級六人タック王者。必殺技はレインメーカー。妻は人気声優で女優の三森鈴子。191センチ、107キロ。